きげんようトッポドです。今回やればエイダーザグローフィッシュ。前回ねビボスっていう魚でやってきたんだけど、今回このチョウチンアンコウでやっていきたいと思います。めちゃめちゃプルってたね。うわー、牙がすごいとんがってる。さあ始まりました。あ、やっぱチョウチンアンコウだから深海からスタートなんだね。あ、魚、おー、食えた。早速見てみて。すごい光った魚。ちょっとこれ、食おう。生き抜くため食おう。あ、仲間がいたね。仲間のちょうちんあんこ。この明かりがついてたね。僕のやつこれついてないんだけど。後でつくのかな？よし、あ、でも光ってきた。この辺なんだ？うわ、これ。あ、待って、カニがいる。カニゲット。レベル1の段階で、カニとか食えちゃうんだね。オッケー。これって、海底火山かな？この近く行くと多分、暑いと思うんで、ちょっと近づかないでおこう。よし。うわぁ、これが深海の世界か。深海も綺麗だね。じゃあちょっとこっちの方進んでみよう。ちょうちんあんこうは、何食ってけばいいのかな？そこ、まあ小魚とかね。まあ最終的にサメとかも食っていきたいんだけどね。まあ、何でも食えちゃうよね。この世界なら。そっとカニがいたね、また。食ってこう。このカニでかいぞ。強い。やるしかないか。食って、噛みついて。倒すのなのか。やばい、死にそうだ。頑張れ、ちょうちんあんこう。よし。倒したかな。あとは噛み砕いて。肉にするだけだね。オッケー、肉になった。さあ、もうちょいで進化だね。今回は死なずに行きたいね。いやーでも今回海だから、やっぱでかい生物とかいんのかな。今のとこ見かけてないけどね。おお、なんか透明になったぞ。どうした？何これ？ちょうちんあんこうの、なんか能力なのかな。わ、なんかでかいのるね、今回も。サメかな、あれ。ちょっとま、近づかないでおこう。よしよし。まずはやっぱちっちゃいのを狙って、食ってこう。やっぱね、生きるため、食わないといけないんだね。生物はみんな生きるために何かを食っていかなくちゃいけないんだよね。今回僕はね、魚とかこれを食いたいと思って、これもしかして、タコ？ついに見つけたタコだ。こんなところに潜んでたのか。間違いなくタコだね。かわいい食べよう。よし、吸い込みでいけたね、タコ。よし、レベル2になりました。タコありがとう。うわ、なんかやっぱでかいな、あれ。あれ、ジンベエザメかな？うわ、これなんだ？え？見たことない魚。あ、これ知ってる？この魚。これ、人面魚って言われる魚なんじゃないかな？ピンク色だね。ちょっと食べよう。あ、いけるんだ。しかもなんか、襲ってこない。あ、優しい。餌になってくれんだね。え、お、やばい。もう吸い込みできたね。お！もう吸い込みで食えちゃうんだね。待て。いたいた。行くよ。どうだ？いた。ほほー。すごい牙だな。この時点で吸い込みできちゃうのね。お！あれは、シャチかな？シャチもね、まあ、とんでもない肉食だから、近づかない方がいいかもしんないね。わ！シャチの鳴き声だ。シャチ鳴くんだね。かわいい、食べたい。いやでも近づかないでおこう。さあ、こっちの方はなんかいるかな。あ、いるいる。あ、魚じゃないよ。わあ、でかかった、思った以上に。やばい。なんてこった。恐ろしい。アシカだね。アシカの食事シーン、恐ろしかった。いや、強。まあ、普通に魚食う。生物だからね。じゃあみんな、レベル3までやり込んできました。そりゃ、やっていきましょう。さあ、今度こそ死なずに、やっていきたいね。小魚がたくさん集まってる。よし、吸い込んでこう。待て待て。なんだ、アジかな。お、吸い込んで、吸い込んで。よし、あと細かいのはいいかな。さあ、他にも何がいないか、探ってみよう。
いたいた、集まってるね。美味しそうな人面魚たちが。上にはジンベイザメがいる。ジンベイザメはでもおとなしいから、襲ってこないのかな。よし、とりあえず食っていこう。おお、いい食いっぷりだね。美味しそう。僕も食べたいな、この魚。美味しいのかな。よいしょ。さあ、食い切ったかな、この辺。おっと、ジンベイ。離れとこう。みんなはこのあんこを食べたいと思う？あんこってね、食べられるんだよね。鍋とかにして。魚屋さんで働いてたことがあるんだけど、普通にあんことか売ってたね。いや、食べてみたいな。まあ、僕はね、食べたことないんだけど、どんな味するんだろう。あんこを食べたい。あ、またこの辺、魚たちが集まってるね。時間が経つと湧くのかな？よし、作っていこう。この辺でやっぱ火星度がいいのかな？他の場所あんまいないんだよね、魚たちが。そして、あ、なんかこれ、肉の塊だ！これ取れる？おー、食えるよ！よしよし、食いまくって食いまくって。やばい、でかいのもいる！よいしょー、一気に。ライバル13まで、成長しました。めちゃめちゃうるさいな、このシャチの鳴き声が。あ、静まった。いや、かなり成長できたね。なんであのでかい肉が転がってたんだ？あ、このサメとか食えるかな？あ、普通に吸い込みで、食われたー！うわー、肉になった！でけえ肉が。普通に食われたんだけど、吸い込みで食えたんだけど、逆に食われた。レベル13までやり込んできました。よし、やり直してここまで来たよ。まあ、いろいろね、やってて分かったんだけど、アンコウは、体力低いからね、あ、カニガルね、ちょっと食っとこう。まあ、体力低いから、攻撃的な生物からは離れていった方がいいかもしんないね。まあ、ただね、アンコウ、チョウチンアンコウね、吸い込みの技がね、結構使えるから、自分より強い生き物でも普通に食えちゃうんだよね、吸い込みで。飲み込みまくって成長していこう。いよいよ、この辺ね、カニがたくさんいるんだよね。カニ湧きゾーンだから、そのね、この辺で稼いでた。よし。もうレベル14になりました。あと、この辺とかも食えば、レベル15になりました。あ、なんか食えた。あ、この辺なんか食えるよ。なんだなんだ？あ、この青い？もやもやしてるの？これ食えるんだね。おお。なんかここから湧いてきてるけど、なんか青いプランクトンなのかな？おお、でも全然経験値稼げない。2とかしか稼げないね。2の塊。うわ、でけえのが2匹いる。食おう。いけるかな？あ、いけるいける。もうこんなでかいのも吸い込みで。いけちゃうね。いいね、いいね。食いっぷりのいい、ちょうちんあんこになってきた。よーし、もう気づいたら、レベル17まで成長してきたね。この超巨大な？待て、なんかいる。え、これ、大昔に生きてた、水中で生きる恐竜なんじゃない？あ、いいね、いいね、食らいついて。倒せるかな？お、弱ってきたよ。いけそうだね。おー、肉になった、でけえ。いただき、いいねいいね。ごちそうさまでした。よし、あれ、プレシオサウルスかな？食えたね、普通に。ここまで成長すれば、ジンベエザメとか、サメ系とかいけるかな？じゃ、ちょっと、でかいのも探していこう。なんか、でかいのいるよ、そこ。あ、こいつは丸飲みできる。魚だ。わ、ちょっと待って。戦ってたよ、上の方で。よし、とりあえずこいつを食って、うおー。飲み込まれた。ちょうちんあんこのにはね、飲み込まれたくないね。まあ、みんなもそうだと思うけど。そしてなんかいるんだよね、そこ。戦ってるよ。あれ、モササウルスかな？恐竜系もいるんだね。この辺の海、大昔の海かな？戦ってみるか。
やばいよ、死んだ。やり直してきました。ここまで長かったな。気づいたらコインも1000溜まってた。今度こそ死なずにやっていきたいね。自分がね、これレベル高いからって、やっぱね、体力は低いからすぐやれちゃうんだよね。そして仲間の提灯、あんこ、でかいね、君。あ、仲間の提灯、仲間の提灯、肉になっちゃった。あれ、ちょっと仲間食えるかな。仲間の肉。君の命は無駄にしないよ。よいしょ、送って。よいしょ、やった。23まで成長した。なんか来た、でかいのが。待て、なんでこいつ、お、食われに来たのか。なんだ、食われに来たのか。てか、上に、シャチがいるから怖いんだけど。よし、そしてもいけた。まだでもシャチ狙わない方がいいね。体力低いから、やられそうだからね。離れていこう。もうちょいレベル30ぐらいになったら、ちょっとでかい生物系も狙っていこうかな。シャチとかジンベイとかね。うわ、なんだあれ。モササウルスが戦ってる。しかもでかいな、あれ。待って。モササウルスの近くに、でけえ肉の塊が転がってるね。ちょっといただこう、これ。うわぁ、でけえ。いただきやす。おぉ。一気に成長したね。モササウルスが倒してくれた。何かを倒してくれた肉かな。わぁ、いいね、いいね。わぁ、綺麗に食えた。ごっつぁんです。うわぁ、いいねね。31まで成長したよ。さて、モササウルス、あ、一匹増えてる。食えるかな?やばい。ぎゅー!はたまたやり直してきました。いやぁ、ここまで大変だったけど、ちょっとね、やっぱ提灯あんこは何度も言うけど、体力低いから、すぐ死んじゃうね。そこを気をつけてやっていこう。なんだ俺、食えた。謎の生物、人のみで食えたよ。美味しかった。プレシオサウルスいるね。うわ、間違えた。モササウルスだった。離れとこう。戦ってるよ、まだ。いつまで戦ってんだ、あれ。あれは?モササウルス。来たー、モササウルスちっちゃいのは食えるね。ごっつぁんです。おー、湧いてるじゃん、こっから。この辺から湧くってことかな、モササウルス。あれ?あ、やっぱここだ、ここ。うわー、見つけた、今回も湧きゾーン。無限に稼げちゃうね、これ。来たー。ちょっとこの辺で、レベル上げまくろうと思います。と思ったら、全然湧かなくなったね。あれ?急に湧かなくなっちゃったね。じゃあ、レベル44まで来たんで、この辺の、でかいモササウルス狙ってみるか。死なないでくれよ。よし、まだ、食らいつけ、食らいつけ。よし、倒してやれ。倒しちゃえばね、いけるいける。死な、オッケー。やった、倒した。モササウルス、でかいのも倒せたね。もう、この提灯あんこ、無敵なんじゃないかな。この海にいる生物で一番強いんじゃないか。おっと、まだシャチがいたね。食ってない生物、シャチ。シャチ食べよう。待て待て、またそこでね、モササウルスが湧いてるね。ちょっとこれいただくか。もうちょいレベルアップしてから、シャチ狙おう。さっきからシャチの鳴き声がなんかうるさいね。早く食べてって感じで泣いてるのかな。食べてあげるよ。あれ?静まったね、シャチの声が。もっとこの辺のが肉が転がってるね。どうした?シャチの食べかすかな?なんかモササウルスもたくさんいるね。うわっとシャチ来たー!食うかも!よし、やれやれ!シャチのがでかい!おー!ごっつぁんでした。シャチ、美味しかったー!食えたね。ということで、この世界のすべての生物、食えたんじゃないかな。この世界もついに、
超人アンコウで制覇したね。この超人アンコウでかすぎる。とんでもない巨大に成長してきた。それではまた次回もね、別の生物でやっていきたいと思います。バイバイ。